こんちは翔太ですえ今回なんですけど、えー、誰だハクタクじゃなくて、検定だ。えー、検定ですね。えーまあ、新しいバッファー、まあ、しかも7世としては2体目のバッファーっていうところで、まあ、メイン戦記、サプ戦ン記どっちでも使うなら、まあ、ど取っといった方がいいよねっていう風な感じのキャラクターではあるんですけど、えーまあ、検定ですね。えーまあ、バッファーの中で、まあ、どれぐらい取るべきなのっていうところについて話していこうかなというふうに思います。 えーでまあ、ちょっとその前にですね、えー、まあちょっと私、完全にちょっとあのー、見逃していたというか気づかなかったんですけどあまりにもあまりにもなんか当たり前のとして脳の中でなんか錯覚してしまって忘れていたんですけど、えー、検定ですね、あ検定全然関係ないですけどあのー、椿水で交換できるんでまあ、行っちゃってもいいかなというふうにはまず思います UR 線までは。えー、で えまあパッシブの4のところですねえ6名でまあ結構なダメージカットとかいろいろすることができるんですけどこのキャラクターですねなんと復活キャラクターなんで復活したタイミングで6名剥がれちゃうんですねなんか6名ターン数増えていくんでまあこれを維持しろっていう話なのかなというふうに思っていたんですけど頭の中ではえ復活キャラクターなんで復活後は6名が剥がれちゃって夢中と影光しかない。 しかも100%で復活するんで、影光の30%ダメージカットしかないみたいな状態で戦わないといけなくなって、えー、正直耐久力もうないです。もう、もう、かすったら終わりみたいな状態になっちゃうので、まあ、そこはですね、えー、気をつけていただきたいなというふうには思います。 いやこれは、いやも,うとなんてもう闘技場目当てでは取らなくていいですね、もうスキル1目当てで取っちゃえばいいかなというふうに思います。で、そんな中で、ですねこのキャラクターを取るべきかどうかっていうところについて話していこうかなというふうに思うんですけど、取,取るべきかというか、まあ、優先度ですね、えー、としてはどんなもんなのっていうところになるんですけど、まあ、放置少女ですね、まあ、ざっくり、劉、え、備、ー、以外のバッファーとしては、えー、暴走キャラ、蓄力キャラ、えー、祝福キャラ、七星キャラ、えー、この4種類がいます。 で、えー、とこの4種類の中で、まあ、私全体の中でバッファー最優先取るべきはハクタクだと思っているんですけど7世の優先度は最低だと思っています、えー、その理由はですね7世、えー、スキル1で付与することができるんですけど、えーまあ、まずですね、えー、初ターンで はまあ攻撃力60%上がってメインステータス40%上がって回心率60%上がるんでまあ祝福の1.5倍より強い1.6倍っていうですね攻撃力とクリティカル率の増加があるのでまあ一見ですね強いように感じるんですけどそれはあくまでスキル1を打つタイミングの時の話であってスキル2を打つ時はですねまあ1ターン減っていて3ターンになっているのでまあ45%しか攻撃力上がってないし回心率も45%しか上がってないんですねまあなので まあ正直、姿勢か祝福か、どっちか選べって言われたら、祝福の方がまあいいのかなと、まあ、守る祝福を守ってあげる必要はありますけど、祝福の方が火力としては伸ばせるのかなというふうに思います。まあ、ちょっとこれは劉備と組み合わせない場合の話ですけど、えー、まあなので、祝福も攻撃力50%しか上がらなくて、蓄力は60%か80%上があって、暴走は100%上があるということを考えると、姿勢の伸びっていうのは最低なんですね。まあ、しかも、戦役においてはですね、 まあ、結構、狂乱キャラクターが使われるところもあって、狂乱キャラクターっていう時点でもうクリティカルの要素ってないらないんですよ。別にクリティカル率が上がるっていうのは基本的にアマテラスを使うときに必要なのであって、狂、えーまあ、乱キャラクターを使うときは、まあ、あまりいらないというところ、えー、になってくるんで、まあ、この45%クリティカルがスキル2を打つタイミングで上がるっていうのもですね、まあ、ちょっとこれ狂乱キャラクターとかアマテラスのイメージで話していますけど、まあ、ただのアタッカーであればスキル1から火力上がるっていうのはまあ,ありっちゃありなんですけど、 まあそれでも祝福の方がつあの2ターン目のことを考えると使いやすさはあるかなというふうに思うので、まあ、基本的にはですねこの七星っていうのは、まあ、優先度は個人的には、ねえーまあ、4つのバフの中では生後状態の中では最低です、まあ、まあ暴走、蓄力、祝福の順番で集めていってまあ七星の順番で集めていってほしいなと思いますで、まあ、なんでじゃあハクタクがですね、えーまあ、私ナンバーワンと言ったかというとハクタクはスキル2で 敵に箱を付与することがができるとあれが全然違うんですすねね箱を付与ででできるととというところがです、ね、とんでもないキャラクターになっているんで、まあ、スキル1で姿勢を付与しつつスキル2が箱っていうところ、まあ、ここにですね非常に大きな魅力を感じているというところで、まあ、優先度高く取っていただきたいなというふうには思っています。まあ、もちろん、あの陽気費でええやんっていう話もあるかもしれないんですけど、まあ、陽気費は陽気費で取るの大変というところがありますし、 ま,まあ予期費でいいんですけどね。あの <laughs> ぶっちゃけ。まあ、あのハクタクと、えー、急転減量の組み合わせっていうのが、まあ、割と最高っていうところもあるので、あまり、破壊キャラクターっていうのがですね、あ、いや、違うな、合ってるか。うん、まあ、破箱キャラクターで、まあ祝、祝福キャラクターの中には、まあ、破口の予期費と激祭の。 急天現乳がいるんですけどあんまり発酵キャラクターっていなくて撃祭キャラクターは意外とレオニダスとか、あのー、源広政とか白旗、えー、とかいろいろいるんですけどあんまり発酵キャラクターって目立ったところいないっていうところもあるんで、えーまあ、結構貴重なんですね、えー、っていう意味でも白卓 えが、まあ、スキル2で箱をばら撒いててくれて、まあ、しかも、ハグタク自身も結構火力があるというところで、まあ、個人的にはバッファーの中では一番おすすめ。溶儀費は別に溶儀費だけ取っても、あの影光とかで守ってあげないと祝福を維持することができないので、まあ、最初に取っても仕方ないというところもあるんで、あの最初に取るなら個人的には、まあ、ハクタクなのかなというふうには思っています。まあ、暴走キャラもいいんですけど、あのスキル2で箱とか激才を持ったキャラクターっていうのがいないので、 まあそういう意味ではですね、まあ、やっぱり、まあ、ハクタクが一番ですね使いやすいですし、まあ、優先度としては高いのかなというふうに思います。まあ、なんで、まあ、個人的にはなんですけど、まあ、この子は優先度だいぶ低いです、バッファーの中では。まあ、だいぶ最後の方に取るなら取るぐらいでいいかなというふうには思いますが、まあ、あの七星キャラクター自体がですね、まあ ハクタクと今回来た検定、まあ、この2名になりますので2名までであればメイン戦役とサブ戦役で使い分ける関係上、まあ、各バフですねえ暴走だったらニビアンとコ、えー、キビみたいにまあ蓄力ちょっといっぱいいるんであれですけど小とか大使命とか大黒天とか祝福も祝福がいっぱいいますねまあメジャーどころで言うと楊貴飛と楊貴飛ウッドハート9点減量かなまあこの辺りかなというふうに まあ、あとはアマテラス、えー、かなと思います。で、七世聖護が白卓と、まあ、検定という風になっていて、まあ、検定の順番はかなり後ろの方でというか最後でもいいかなというふうには思うんですけど、まあ、最終的には必要になってく、必要というか、まあ、持っていたらいいキャラクターにはなるかなというふうに思うので、まあ、今取らなくてもいいかなというふうには思います。まあ、私は取ろうかな、まあ、どうせ取ることになると思うんで、取ろうかなというふうには思っているんですけど。 えーまあ、優先度はだいぶ低いんで、まあ、別に無理に取らなくてもいいかなと思います。で、このキャラクター、ちょっと、まあ、しかも6名の部分ですね、改善されないと、えー、闘技場でもし使いたいという方がいる場合は、ですね闘技場ではちょっと使い物にならないバッファー、まあ、戦役では使い物になりまくるバッファーなんで、個人的にはめちゃくちゃ嬉しいんですけど、まあ、そういった弱点もありますので、まあ、基本的にはあんまりお勧めはしないですかね、まあ、スキル1、確かに強いんですけど、まあ、あの攻守なんかともに上げることができて。 一応、スキル1だけで言うと、まあ、ハクタクよりもですね、えー、ビムの分、あの味方の火力を伸ばすことは、まあ、できるんで、まあ、強いっちゃ強いんですけど、まあ、別に、ね、スキル2の発酵のことを考えると、そんなんもうあのビビったるもんなのかなというふうに思うので、まあ、ちょっと個人的にはなかなか、うんまあ、無理に取る性能では全くないかなというふうには思いましたが、 まあ最終的には取ってほしい性能っていう、まあ、どっちやねんっていうふなところもあるかなというふうに思うんですけど、そういった気持ちです。うーん、まあ、ちょっと、ハクタクが優秀すぎましたね。まあ、あの、こんな感じにはなるかなというふうには思っていたんで、まあ、シスを持っているというだけでも、まあ、ビームをつけてくれたのは、まあ、結構ありがたいですね。まあ、それに関してはですね、まあ、ありがたいと思って、えー、まあ、使わせていただこうかなというふうには思,い思っています。まあ、あのー、 まあなんでそうなんですよね。アマテラス以外でそんなにクリティカルを必要としていないっていうところがあるんで、まあもちろん普通のアタッカーを使っているのであればクリティカル率が上がった方がいいんで、この姿世もあの結構有効に働いたりはするんですけど、うん、まあ個人的にはまあ取らなくてもいいかな。あ うーん取らなくてもいいかな。もう語弊があるんだよな。最終的には取ってほしいから。今取らなくてもいいかなとは思います。他に取るべきキャラクター、特に暴走キャラクターとかは、あのー、まあ、コケビとニビアン、どっ、 しか今いないのでまあ、あの, MR の、MRC の暴走キャラクターが来るまで待つって方は別に待ってもらってもいいんですけど、まあ、どっちか一人は取っといてほしいかなというふうに、まあ、小きびの方が優秀かなと、使いやすさあるかなと思うんで、まあ、コきびを取ってもらうだとか、まあ、竹力キャラクターだったら、まあ、大黒天とか今だったら撮ってる方多いのかな。まあ、大黒天大使命とかを狙ってもらうとか、まあ、キャラクターだったら、9点原理を狙ってもらうとか。 えー、そういったことをしてから、このキャラクターを取るのであれば全然ありです、まあ。そうでないのに、いきなりこのキャラだけ取るは、ちょっと正直それはないです。よっしゃ、バッファー来た。初めてのバッファーだ。取るぞ。それはないかなと思うんで、そ,れだその原法があるなら、白卓を取りなさい。急転、急転原稿は違うか。急転原稿だけ取っても知らないからな。まあ、白卓を取りなさい。小木美を取りなさい。っていうふうな、まあ、私の気持ちとしてはそういったところです。えー、っていうふうな感じですかね。まあ、特に、まあ、スキル2を打つタイミング。 って考えると七星そんなに強くないんでぶっちゃけ。タクタクが強いのは箱を付与できるから強いのであってあのそんなに強くないです正直言って。なのでまあ複数台アタッカーがいる場合とか2名に7星星語を付与することができるんでまあありっちゃありかなというふうには思うんですけどうんまあ個人的にはうんバッファーそうですねバッファーめっちゃ揃っている方でも7星星語2体目は初めてなんでえまあバッファー全部揃ってるけど まあ、出生生後2体目やから取るかっていう方は取ってもらったらいいと思います。基本的にはちょっとあんまり戦液の火力向上には見込めないので、まあ、基本スルーでもいいかなというふうには思いますね。えー、まあ、というふうな感じです、えー。今回の動画はここまでにしようかなというふうに思います。まあ、ちょっと今撮ってるのは夜になるんですけど、 コンセントがですね若干濡れて心配していたんですけど何、まあ、とかですねその辺のコンセントの家電をつけてみたら、まあ、問題なさそうだったんでちょっとビクビクしながら使っていますけどスピーカーとか ウーファーとか壊れてんじゃないかなってちょっとドキドキしてるんですけどちょっとなんかそんなに爆音,爆音を鳴らすわけにもいかないんでちょっとよくわかんないなーって思いながら、えー、今日の修理屋さんは一体何だったんだってちょっとイライラしてますけど、えー、今回の動画はここまでにしようかなというふうに思います、えー、土日お休みですねなんか最近すいません雑談してしまって最近なんか 仕事に別に夢中になりたいわけではないんですけどなんかなまあ夢中といえば聞こえが聞こえ夢中はちょっと聞まあ聞こえがいいな夢中ってわけじゃないんですけどなんかまあ働いていないと終わ,終わらないわけでもないんだよな終わらないとかじゃないんだけど なんか、まあ、結,構じ結構自分だけで働いてることが多かったんですけど急にちょっとなんか部下的な人がですね複数名現れてあの毎日何やるか考えないといけないみたいな状態になってしまってですねそれがなかなかあの時が経つのが早いというかなんか自分のことだったら別に。 まあ、いいかって思っちゃうタイプなんですけど、私は。まあ、ちょっとさすがにその人がやることを考えるってなると、その人を暇にさせるわけにもな、やることないってなったらちょっとあれだなとか思って、あの、いろいろですね、まあ、日々、まあ、まあ、いい刺激っちゃ刺激なんですけど、あんまりそういうことしてこなかったんで、まあ、人が何をやるかを考えるみたいな <laughs> ことを最近やっていると、一気にどっと疲れちゃって、なんか、なんか寝れないんですよね、あんまり。うん、なんか、それで、まあ、むしろ朝早く会社行っちゃうみたいな感じになっちゃって、なんかもう、 なんか、夕方になると涙が出てくるみたいな <laughs> え感じでちょっと頑張っているんですけど、まあ、土日ちょっと一回ゆっくりしようかなというふうに思います。またちょっとライブ配信とかもやりたいなと思っているんで、タイミングがあったらですね、えー、見てもらえると嬉しいです。えー、今回の動画は以上にしようと思います。ここまで、えー、これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。